ロンロン和装チャンネルへようこそ。装飾人のロンロンです。はい、今日はね、ちょっとお買い物をしてきました。何を買ってきたかというと、ちょっと香り物をまたちょっと仕入れてきました。まあね、あの春ですので、本当に多分ね、めちゃめちゃ久しぶり、ボディショップに行ってきました。ザ・ボディショップですね。もう本当にね、多分どんなもんですかね、15年20年もう多分そのぐらいぶりなんじゃないかな。多分そのぐらいあったと思うんですけど、まだ多分ね、多分もうちょっと記憶が曖昧なんですけど、多分、名古屋駅の裏が、今なんか電気屋さんなんですけど、あそこがアピタだった頃だと思うんですよ。あの頃にボディショップってなんかあった気がして、そこでまだ石鹸ぐらいしか、メインのラインが石鹸のラインばっかりだった頃に石鹸を買った覚えがある。今はね、もう本当にすごいいろんなもの、もう香水からフレグランスから、あ、フレグランス一緒ですねからまあ当然石鹸もあるし、こう洗顔とか化粧水とかもいろいろあるんで、もう何かっていいかもう全然わかんないし、匂いもすっごいいろいろあるんで何かっていいかわかんないですけど、今日なんか買いたいなと思って行ったんですね。まあ本当に今日何か買おうとは思ったんですけど、まさか1軒目相変わらず即断即決なんで、もう思いついたら買う、もう買わないと後でなんか後から買っとけばなっていうのは嫌なんで買う。とりあえずそんな高くなかったんで買いました。これブローイングチェリーブロッサムっていうことで、まあ簡単に言うと桜の匂いです。はい、で桜の匂いの、これは、ちょっと大きいですよね。フレグランスっていうかルームフレグランスらしいです。だけどそのずっとつけて、あの置きっぱなしにしておくタイプじゃなくて、シュシュってするタイプなので1時間ぐらいだって言ってました。でちょうど私、寝る時とかにね、さっとこう巻くのにちょうどいいかなと。ちょっと今巻いてみます。あ、いいね、いいね。うん、うん、桜よりもっと甘い香り桜と金木犀って言ってたかな、なんか混じってます確か。どっかに書いてあるかなと思って今見たんですけど、ちょっとパッと見たところにはありませんので、皆さんネットで調べてください。ボディショップのグロウイングチェリーブロッサムです。これなかなか本当いいですね。まあヘア、ボディ用フレグランスって書いてありますね。いや、まあ体にもいいし、こうヘアにも使えるって言ってました。そういえ言ってましたね、そんなことも。お部屋用じゃないですねお部屋じゃなくてヘアの方でしたね。ヘア用のおやつだっていう話だったね。そうそうそう、なんか適当に話聞いて、もう香りが良かったんで、もうそっちが気になっちゃって、まあ、店員さんもね、いい店員さんで、非常に説明いろいろしてくれたんで、楽しかったです。はい、名刺渡していくの忘れたなと思いながら、ちょっと今後悔してますけども、はい、この動画でアピールしてちょっと逆にメッセージもらおうと思ってますんで店員さん見てたら、メッセージください。今日朝10時半ぐらいに買いに行ったロンロンです。はい、ただのおっさんです。はい、じゃあ、これね、一緒にもらったんですけども、こいつはなんだろうね、1個は化粧水で、あ、これ美容液ですね。こいつ美容液らしいです。コンセントレートセラム、まあよくわかんないですけどで、もう1個は、あ、そうそうそう、これボディクリーム、あ、ボディバターですね。ボディバターですから、まあ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 、ベリードライと書いてますね。
だから非常に乾燥肌用のボディークリームで、あんまり乾燥肌じゃないんですけどね、まあ目は乾燥してましたってあれですけど、ということで、これいくらだったかな、3000円ぐらいだったと思います、3000円ちょっとだと思います。非常に安いし、うん、あの香水ほど香り強くないんで、香水初心者でなんかね、あんまり会社とかガンガンにつけていくとやっぱりやらしいじゃないですか、うん、そういう時はこんな感じのものの方が、あのもしね万が一ミスチョイスしたなって思っても香り抜けが早いんで、多分少ししたら抜けてっちゃうと思いますんで、こういうのもありかなと思います。あの休日なんかね、一回つけてみてちょっと感触試してみて、で会社もちょっと軽くな、あの体に直につけちゃうと匂い残っちゃうんで、シュッとやって下くぐる感じ、うん、そうやってするとまとう感じになるので、あんまりこうこびりつかないのですぐに匂い抜けますんで、あのそうやって、それだとね香水でもそんなに匂い残りません、正直に言うと。はい、2、3時間で香水でも取れちゃいますんで、これだったら本当1時間もすれば絶対取れると思うんで、まあ、そんな風で一回試してみて、ね、まあ女性の方も男性の方もそうですけど、やっぱり周りの反応ってのも気になるじゃないですか。ね、あの自分がいいと思えばいいんですけど、でもその服、洋服とかやったらねいいんですけど、やっぱり匂いとかはスメハラ、スメルハラスメント、スメハラとかありますんで、まあ、そういうの引っかかってもいけないんで、はい、なんでまあちょっと一回お試しで一回スッと行ってみて、で様子、みんなの様子見てみて、そんな反応悪くない、あ、いい香りだねぐらいが 2,3 に行ってもらえるぐらいだったら GO です。はい、これね、あの化粧水じゃない、ごめんなさい、香水もあり、用意がありましたんで5000円ぐらいだったと思います、香水が。で安い、本当に安いんで 50ml ぐらいだったかな、で5000円ぐらいなので、あの使い勝手もいいですし、100あるとね結構量あるんで、なかなか使い切れないんで、はい、この辺が面白いかなと思います。はい、今日はね久しぶりに本当にボディショップ行ってきたっていうお話になります。はい、今日の話面白いと思えばですね、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、こういうのもちょっと香り最近重視になってますけども、コメントあればどんどんいただければと思います。先日ね、歌舞伎のやつでコメントいただきましたね、ありがとうございます、すごい嬉しかったです。はいはい、返信しておきましたので、また何かあればご連絡ください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、またね、バイバイ。